明日9時に開くんでしょ。だから明日9時までこの状態耐えるらしい。明日9時まで。9時まで耐え抜くらしい。タフガイだから。普通の男だったら耐えられないよ。でも金梅さんタフガイだから耐えられる。普通の男だったらもう無理だね。俺は無理だよ。俺なら無理だね。この耐えられない、そんな。明日の朝までなんて。金梅さんタフガイだから、それを耐え抜こうとしてんだよ。あるか？救急車なんかいらねえんだよ。マイトガイだから。そう、ずっとこれだよ。明日の朝まで。だからさ、救急車呼ぶバカがいるせいで、金梅さん配信できない、寝配信ができないんだよ。わかるか？本当は金梅さんだって、俺みたいに24時間寝配信したいんだけど、救急車呼ぶバカがいるから、できないんだよ。バカがいるから。で、それをやめろって言ってんの。金梅さんに24時間寝配信してほしいんだったら。出てこいや、俺。この野郎は。マジで切れてたよ。関係ないからっつって。ちょ、切れてただろ、俺。トウモロコシのせいなの？トウモロコシ。前は生卵だったよね。今回トウモロコシ。やっぱ消化に悪かったからなの。消化に悪かったから。なんかリスナーコメントで止めてたらしいけど、金梅さんリスナーに止められると逆効果だからね。止められるとやっちゃうから。指図すんな、つって。天の弱だから。生卵の時もそうだよ。リスナー止めてたけど、うるせえ、指図すんな、つって食べちゃったの。いや、だから、やめろって言うと、やっちゃうんだよ、金梅さんは。難しいね。好きなもの食べたいわな。でもこれあんまりね、言うとね、金梅さん切れるからあんまり言えないんだけどね、ここだけの話だけどね、金梅さんさ、林場直子が腹水を治したって言ってるじゃん。林場直子が。うん。これ本人絶対言うなよ。林場直子はどうやって治したか知ってる？減塩で治したんだよ。それの金梅さんは減塩はしないで、林場直子のリンゴ酢だけを取り入れてんだよ。林場直子減塩したから治ったんだよ。それの金梅さん減塩は一つもしないで、リンゴ酢だけを取り入れてるから、林場直子、それで林場直子みたいに治すって言ってんだよね。でもこれ金梅さん本人言ったらガチ切れするからダメだよ。林場直子カートもしてたんだよ。徹底した原因で直したの、林間直子は。でも金梅さんは減塩しないのはやっぱりね、タフガイだから手足が細いのが嫌なんだよ、金梅さんは。だから手足を太くしたいんだよ、とりあえず。手足が細いのが耐えられないじゃん。自分のイメージ的に自分をムキムキじゃないとダメなんだよ。細マッチョぐらいじゃないとダメ、納得できないから。
だから手足が細いのが、細い自分が許せないから。だからその栄養を吸収するっていうのを最優先しちゃうんだよね。だから減塩しないんだよね。カレーは。お酒は飲んでないもん、今は。プロテインも飲んでた？この状況でプロテインを飲むって大変なことですよ、これは。プロテインはさすがにやめたんだもん。よかった。おなら出たわ。よかったね。よかった。息を吹き返したわ。よかった。これパンツは無事か？これ。またパンツは新しく買わなきゃいけないじゃない？これ。今の音は。ビリブリみたいな音がしたけどね、大丈夫かな。ビリブリみたいな音だったよね、なんか。心配だね。どうして看護婦さんに切れたのって。利尿剤はもう、利尿剤はもういらないって言って切れた。医者と話して利尿剤はもう飲まないってなったんだよ、つって。なんで持ってくるんだよ、つって。な、食事と一緒に利尿剤を毎回ね、飲まされてたんだって。で、それをもう前の日にお医者さんと利尿剤はもういらないっていう話で、話がついたと金梅さん思ってたんだよ。でも利尿剤持ってきたんだよ、看護さんが。いらないって言ってんじゃんつって。いらないって昨日医者と話したんだよって。医者に聞けよつって。いや、でも飲まないとダメですみたいな。でもこれは飲まないと先生が言ってるんだよって。先生と話したんだって昨日つって。確認しろよつって。それ怒鳴り散らして、それで出禁になっちゃった。押し問答じゃねえか、これ。つって。切れ散らかして、出禁になっちゃったらしい。しかも先生に確認するって言って看護さんが出て行った後、全然その看護さん帰ってこないんで、それにも切れてたね、なんか。それにも後でなんかずっと切れてた。さ、あの病院は口コミが最悪だったとか言ってネチネチ切れてたね。もう行かないっつって。出禁にされてた。二、三箇所ぐらい出禁にされてるよ、金梅さん。おおよそ。特に近所の病院を。チャリで行ける近所の一番近い病院を、出禁にされちゃったんだよ。悲しいよ、ほんま。金梅さんわざわざ確認しに来た、行ったんだって、受付のおばちゃんに。僕って出禁ですかねって言ったら。そしたら、お断りしてますって言われたらしい。山崎さんはお断りしてますって。いい病院なのに。